はい、どうもこんにちは、バースの吉丸です。今日はね、僕のちょっとお気に入りのねロンティー今日着てね、早速今日ね動画撮ってるんですけど、これもね今日ねこれを、まあ、僕最初から着てるんですけど、このジョン・メイソン・スミスのこのザ・アーティストシリーズのロンティーね、これ僕ね、ほんとすごい好きでね、毎シーズン必ず購入してるんです。で、まあ、いつもアーティストさん その作品がこう、いつも変わるんですよ。デザインとかね。ほら。このね、袖プリとかね。で、デザイナーの吉田さん曰くですね、やっぱりその、あれなんですよね、やっぱほら結局今ほらフォトティー結構増えてるじゃないですか。でフォトティーもやっぱ他のところでね作りそうなやつはあんまりこうやりたくないというふうにね前に言ってたんですよ。でなんか他のところがやってないデザインとか、やっぱジョンならではのね、こういうねちょっとスペシャル感というのを出すためにね、こういうちょっとね袖に青いプリントが入ってたりとかね、で、まあ、物によってはね背中にプリントがあってたりとかね、あもうするんですけど、まあね僕この辺はねすごいずっと愛用してるんですけど、まあ、過去のね動画でジョンの、ロンティシリーズ、このアーティストシリーズっていうのは、確かリュウちゃんが以前ね紹介してたんで、まあ、そちらもね過去の動画の中からねちょっと見てもらったらねいいなと思います。でまあよかったらねチャンネル登録、いいねボタンよかったらよろしくお願いします。じゃあ今日はね、まあ僕最近やっぱほら僕個人的にね、まあ、やっぱ年もねやっぱ40超えてくると結構ね、まあファッションもそのライフスタイルにこう馴染んだものとかを結構選んじゃうんですよ。で僕今やっぱ僕といえば今はね、まあ、元々筋トレとかね格闘技とかずっとやってたんですけど、まあ、去年ぐらいからハーレーね乗り始めて、やっぱねハーレーもまたねすげえ楽しいんですよ。ハーレーとファッションを一緒に楽しむで、車はもちろんずっと好きなんですけど、車ってやっぱ外枠だけなんで中の人ってあんま外から見た時にパッと見えないじゃないですか。でもねバイクは違うんですよ。ファッションもね外から全部見れるじゃないですか。で、ね、そういうのもね僕はなんかバイクに乗り出して分かったんですけど、そういうのもねめちゃくちゃ楽しいんですよ。でバイカーはやっぱロンティー必須です。うん、ロンティーがねめちゃ使える。本当ねデイリーウェアとしてはもうマジでぴったりだと思うんですよね。で今日はねじゃあこの僕のお気に入りのロンティー、ね、これ店頭にもね在庫もちろんあるんで、ぜひねこの辺はもう今からピンポイントで、ね、着れるやつなんで楽しめられると思います。見てもらったらいいんですけど、まあ僕らはねやっぱ少しちょっと早めっていうのでねいつも動いてますので、今日はね僕のねめちゃめちゃ大好物アイテムまた今日はね紹介したいと思います。今日はね僕今日紹介するのはこのジョンのショートニット、めっちゃ短いでしょちょっとね、多分皆さんこういうニットって持ってないから着こなしのイメージってちょっとね湧きにくいと思うんですけど、めちゃくちゃいいです。正直やっぱね丈感が変わるだけで全然スタイリングのイメージも変わるし、やっぱね個性も出るし癖も出る。でもね僕らやっぱほら僕ぐらいの年代の人はですよ、多分これ共感してもらえると思うんですよ。もう若い時からずっと服買ってきてですよ、服も何周も買ってるんですよね。まあフレアが流行ったって僕らね20代の時めちゃめちゃベルボトムフレアデニムってめちゃくちゃ入ってたからですね、まあ、僕らからしたらそんなにこうあ懐かしいなっていうアイテムだったりとか、僕はね40代ですけど、これがまた僕らより上の先輩の世代の方たちだったら多分ねまたさらに、あ昔これあったな、これアップデートしよう、これアップデートしよう、あ懐かしいなとかね
っていう感覚っていうのもね、もっとね多分あると思うんですけど、やっぱね僕ら世代からしてもね、こういうアイテムっていうのはねすごくね今のタイミングで来るとものすごく刺激的なんですよね。だってやっぱほらトレイルールだけでスタイリングガラッと変わりますから、やっぱねそういう結構ねインパクトのあるアイテムなんでね、こういうのはねバースの中でもめちゃくちゃ足が速いです。実際でね、ちょっと早速ねいろいろこのニットの説明とかももちろんあるんですけど、ちょっとね早速これはねちょっと着てみながらねこの辺は紹介していきたいと思います。はい、じゃあ早速着てました。どうですか、吊るしで見るときよりまた全然イメージ違うでしょ。これね結構ね着用してみると分かるんですけど、結構ねこのアームが結構広いでしょ。であとこの幅がね結構あるし、あとここリブがね結構甘く作ってるんですよ。だからこういう見た目が2層のこの構造のシルエットになるんですね。だから着てても着ると意外と違和感ないですよね、あんまり。で首元はハイネックなんですけど、もう僕はもともとハイネック、正直ねここ首が入るのがあんまり好きじゃないからあんま着ないんですけど、でもねこれはめちゃくちゃ着やすい。なぜかっていうと、やっぱここのね天幅っていって首元が結構ねゆるっとしてるんですよ。だから首がちょっと甘いですよね。クシュクシュっとしてちょっとこの辺のニュアンスっていうのも楽しんでもらえるかなと思うんですよね。でほらこういう時にね、これほらこういうこういう袖っぷりね、こういうのがねチラッとこう見えてくるでしょ。こういうのがねめちゃくちゃナウイ、ナウイっていうね言葉が古いけど、ほんとねこういうのがねちょっと僕的にはねハマんないです。でほらこれもね分かったと思うんですけど、ロンティーからのニットのスタイル、こういう感じでねストーリーがずーっとこうつながっていくんですよ。でちょっとスタイリングのバリエーションね、ちょっとイメージが湧きやすいように、ちょっとまたねこっち動画撮ってみました。まあニットの上に以前の僕の動画で紹介したまたねジョンのショートのブルゾン、ショートにショートにローティーで、パンツはやっぱタイトなものですよね。でバチッと合わせるっていうこの、ね、結構縦長のシルエットが結構強調されてね、こういうスタイリングっていうのも、ね、ものすごくおしゃれだと思います。でもう一つ、じゃあ今度次はショートにショート合わせたんですけど、じゃあショートに長いの着たらどうなるのかっていうのもちょっとご紹介します。まあねこういう感じで結構ね見え方全然変わると思うんですよ。バランスで上下のバランス、全体のバランス全然変わってくるんで、意外とねこのアイテムっていうのは実はねものすごくキーアイテムになると思います。でもちろんなんですけど他のブランドさんからこういうショート の提案っていうのは、ほとんど今シーズンはまだ出てないですね、他のブランドさんからはですね。でこれはメンズもレディースも共通の、まあ、ジョン・メイソン・スミスもジェーン・スミスでも共通の品番になってるんで、まあねぜひね男女関係なくここら辺はね楽しめるアイテムなんで楽しんでもらえればいいなと思います。僕今やっぱりこう、ね、少しずつこう気候もね涼しくなってきて、割とねやっぱね秋物やっぱものすごくやっぱこうバーッとこう 見ていろんなスタイリングをね楽しまれてる方すごい多いんですけどね、これはね本当入荷したばっかりでまだほとんどの方が見られてないと思うんで、ぜひねこの辺も店頭でチェックしてもらえればなと思います。はい、でまあ店頭でもね遠慮なくご試着とかも言ってもらえれば全然できるんで、その辺はね、僕とか、僕に言いにくくても、梅ちゃんとか、リュウちゃんとかいますんで、ぜひね店頭ではもチェックしてもらえればなと思います。はい、では今日もアイテム紹介いかがだったでしょうか。まあ、そんな感じで今日も
ジョンのニットの紹介だったんですけど、まあ、また新しいアイテムまた紹介します。ぜひね次回も、ね、楽しみにしておいてください。じゃあそれじゃあ今回のご紹介終わります。ありがとうございました。